はい、皆さんこんにちは。現在は新東名高速道路の上り側を走行、ネオパーサ、駿河、沼津を抜け、新東名の終わりだった御殿場ジャンクションを目指しています。2021年4月10日、新東名高速道路が1区間だけ延伸し、御殿場ジャンクションから新御殿場インターチェンジまで行けるようになりました。また合わせて国道138号線、つばしり道路、御殿場バイパス2区間が開通しましたので合わせて走りに来ました。新東名高速道路の120キロ制限の区間は御殿場ジャンクションまでだったんですけど、上り側は今回の今走っているところですね、今里トンネルの入り口で100キロ制限に戻っています。このまま今回開通した区間も120キロ制限になれば嬉しいのですが、残念ながらこの先は暫定4車線開通とのことで100キロでの制限となっています。設計は6車線との報道を見聞きしましたので、どうなるんでしょうかと思っています。ここを抜けるといよいよ御殿場ジャンクションですね。ほとんどの車は左車線もしくは真ん中の第2車線を走行しますが、現在ちょっと工事だったので、みんな第2車線を走行しています。ここの橋の工事だったんですね。でこの後はいよいよ御殿場ジャンクションとなります。車がいなかったので一度左側に移動しました。はい、いよいよ御殿場ジャンクションです。ほとんどの車は左側に寄ってます。で今回開通した新御殿場インターチェンジに行きたい方は、追い越し車線ですね、本来はその右側の車線に移動しておく必要があるそうです。はい、この後ですね、ほら透明透明となっているので一番右側に車線を切り替えています。はい、御殿場ジャンクションに着きました。はい、ここ分岐ですね。ほとんどのトラックは透明の方に走っていきました。はい、これが今回開通した新御殿場インターチェンジに向かう区間です。はい、今回の新東名高速道路の開通区間は 7.1 キロとなっています。自分が走っている時も前の方にも全然車はいないんですけど、後ろの方にも全然いないです。そして新御殿場インターチェンジに降りるまでの間に3台から5台ぐらい対向車がいたので、新御殿場インターチェンジに乗ってそのまま、要はあれですね、南の方、西の方へ向かった車が利用しているということになりました。これ暫定2車線とのことなんですけど、本当に拡幅できるんですかね。とっても不思議です。はい、そして左側に合流が出てきましたよね。この道は、東名高速道路、御殿場インジャンクションの南側から、こちらの、新東名高速道路に入れる連続道路があるみたいです。ハーフジャンクションと聞いていたんですけど、東名の方からも新御殿場インターチェンジには行けるみたいですね。地図で確認しただけなので、もし違っていると思った方、コメント欄から教えてください。ということでここからは一気に新御殿場インターチェンジに向かっていきます。
はい、速度落とせの標識が出てきました。いよいよ終点になります。新御殿場インターチェンジになります。今回通っている時、この先ももちろん工事中で、ものすごくバンバン工事している様子が見えました。ちょうどこの角度からじゃ、あのガードレールで見えないんですけどね。いよいよ料金所になります。ほとんど車はいなかったんですけど、午前朝6時、通勤ラッシュ前だったのもあるかもしれません。はい、いよいよ料金所です。そして、今回開通した新東名高速道路の他に、今回、国道138号線須走道路御殿場バイパス西区間をこの後走りたいと思います。今回開通したことで、やっと新東名から東富士五湖道路まで行けて、さらに中央道の方まで高規格道路のみで走行ができるようになりました。右側ですね、左側行く と、一般道の方行っちゃうみたいです。だいぶここからの連絡道路も長めとなっていて、はい、この次の分岐になります。左側に行くと、御殿場の市街地の方ですね。で、右側に行かなきゃいけないんですけど、ちょっと慌てちゃって急いで右側に切り替えます。はい、これで、東富士五湖道路の方に向かって走っていくわけです。昨年ぐらいから例の病気の影響もあって、行楽シーズンお出かけする人は減ったかと思うんですけど、行楽シーズン、ドライブシーズンになると、旧道の方ですね、国道138号線、とんでもない渋滞があることがあり、一度巻き込まれたことがあります。もう本当、トロ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 で大変だったんですけど、バイパスのおかげで、スイスイ東富士五湖の方まで行き来ができるようになりました。はい、そろそろ今回開通した国道138号線の須走道路の方もいよいよ終わりですね。東富士五湖道路の料金所に直結してしまいます。無料で行き来したい方は、先ほどの手前ですね、須走インターチェンジで降りないと料金所に突入することになります。はい、ということで、ここから一気に東富士五湖道路で、北へ向いて走っていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。ということで、バイバーイ。